気持ちいい。甑島シーズン突入みたいな感じですけどね。鹿児島の藤園健一郎です。今日はですね、鹿児島県は薩摩川内市の甑島にやってきました。ここは甑島の中でも一番北側のエリアになる里っていうエリアなんですけど、地磯の伊予都市っていう磯に図書してます。今シーズンの甑島は早いうちから状況が良くて、サイズも数も上がっているので、このロッドとリールで力いっぱい甑島のグレを楽しみたいと思います。今日は一日よろしくお願いします。今日の僕のタックルを紹介したいと思います。まずロッドはですね、トーナメントの ISO AGS 1号の 5.3m、 リールは、新製品トーナメントの3000番の XH に口太スプールがセットしてあります。今空いてある道糸がアストロンのタイプ S の 1.655 です。ハリスがクロスリンクの 1.755 を 7m ぐらい直結して、そこに005の浮きストッパーをつけて、針はパワースピードの5号をセットしてあります。今ですね、ここの立ち位置は左からちょっと風が入ってるので、若干ちょっと潮が緩いので釣りづらいんですよ。で、そういう時は仕掛けを狙いのポイントよりもちょっと大きめに投げて、道糸を水の中に穂先を突っ込んでですね、でリールをちょっと巻いて手前に仕掛けを入れます。強制的に道糸を沈めて流すことで割と綺麗に潮に乗せやすくなります。リール、ほら、おお、強い。よいしょ。40はちょっと切るかなっていう。でも38、9ぐらいはありますよ、多分。ほら、食った。うわ、モノコックになったこのトーナメントの一番の売りですよね。この剛性感、あの深いところのやつをこうやって引きずり上げるときにリールのすっごい剛性感があって、ほんと安心してやり取りができる。型はそんなでかくないですけど、甑のグレはほんとよく効くので、一発目の絞り込みがすごい安心してやり取りができますね。ほら、アベレージサイズ。甑島の里の口太狙いにはこのスピード、これがすごい合ってるんですよ。ここの甑の里はどうしてもやっぱりちっちゃな針にちっちゃな餌っていうのが定番で、本当よく食うんですよ。で、その時にこのスピードがやっぱり針先が開いてる針っていうのがすごくやっぱりうまく吸い込んで加えてくれて、吐き出したつもりが口の中に刺さってくれるみたいな、あの寒暮れの時期はもう甑はこのスピードがいいですね。表面の塩だけが動いてて、そこの潮の動きがちょっと悪い感じがしますね。あとやっぱりあの脱ですね、脱がどうしても付けをかすめ取るので、脱用にちょっと沖にコマセを巻いて、ちょっと手前を意識して手前を狙います。すっごい当たり、すっごい、なんかバレた。なんだろう、すっごい当たりでズボッといったんですけどね。なんかさっきの釣り始めと比べると魚の棚がだいぶなんか深くなった感じがしますね。今最初使ってた浮きよりもワンサイズ浮力の少ないタイプの浮きに変えたんですよ。で、底塩がちょっとうまく
効いてなくて狙ったタラに仕掛けが入ってないなと感じたので、浮きをワンサイズ浮力のないやつに変えて、針をパワースピードの5号から4号に変えて、で変えた人流し目でちょっと今までの棚よりもだいぶ深いところで当たったんですけど、ちょっと針が外れましたね。僕の釣り方は鉛も何も打たずに付け餌を潮に引っ張らせて、潮が付け餌を引っ張ってくれて自然と仕掛けが入るポイントをコマセと一緒に、沈めていくような釣り方なんですよ。なので必然的に潮がやっぱりちょっと効いてくれないと釣りづらいんですけど、ちょっと表面の潮の割には底潮が動いてない感じですね。なんか食わない、なんで何でしょう、ドラッグが滑ってます。何でしょう、さあこいつは何でしょう、全然魚が浮いてこない、全然魚が浮いてこない。さあなんだ、白い、チヌがいるんだ。いや僕チヌ初めて釣りました、古式で。あ、いたほら、わこれすごい、これ貴重ですよ、これ貴重。古式の里でチヌ釣れたっていうのはこれ貴重ですよ、結構。ほらほら、チヌ。今ですね、船付けで釣りをやってたんですけど、船付けの潮がすっごい速くなって、ちょっと仕掛けが落ち着くポイントがなくなったので、今こちら側のワンド側、ワンドの方に釣り竿を変えてみました。で、ワンドはそもそも最初の釣り竿からいくと潮下だったので、まあ、コマセも効いてたんだと思うんですけど、1投目でですね、里で珍しくチヌが、クロダイですね、チヌが食ってきました。で今ここの状況は、あんまりいい感じではないんですけど、まあ、でも潮の速い表側よりもはまだコマセが効いてくれるのかなと思いながら、もうちょっとだけちょっとこっちをやってみようかな。で表の潮も見ながら状況に合わせてちょっと釣り竿を見て組み立てていきたいと思います。残念ながらダッツ。また向こうに来ます。よし、くた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 、久しぶりに来た、やべえ、目に当たってる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 、こっちにおいで、よしこっちにおいで、すっごい久しぶり、久しぶり食いました。今ですね、もう本当にこれでもかっていうぐらい潮が速くて、どっか仕掛けが入るポイント、仕掛け入るポイントっていうか、巻き餌がちゃんとゆっくりグレが食いやすいように沈んでくれるポイントがちょっとないんですよ。で今 この立ち位置からワンドの奥側の方に放って、潮がぶつかる潮と出る潮のところが一箇所だけあったもんですから、そこをゆっくり沈めてたら食ってきました。あ、でもだいぶ緩くなりましたね、潮が。緩くなってきたぞ。
いいぞいいぞ。ほら、これでかい。これもでかい。さあ、でかいでかい。おお、かあ、引く。ほら、うん、40オーバー。あ、40ないか。よいしょ。おお、重たい。ほらほら、久しぶりの両型。小針に小餌なんですよ。でもこれでかいじゃないですか。これを頭と尻尾をちょん切って針先でお腹を裂いて、お腹裂きました。で、このピッと引っ張ると身が出てくるんですよ。いわゆるむき身、むき身。これさっきから普通のオキアミと生のオキアミとむき身を、むき身ばっかりっていうわけではなくて、生のオキアミも使いながらむき身も使って、いわゆる餌をローテーションさせながら。で、やっぱり食いが悪い時はこのむき身ってすごく効果があるんですよね、オキアミのむき身。だからつけ餌はちょっと大きめの LL とかを準備するように。うん、気持ちいい。うん、やばいやばい、目に行く、浮いてきた。おお、このギャップ点のブルッカチッて止まるのが気持ちいいですよね、やっぱり。あ、これいい方。ほら、おお、重たい。これちょっとまんまる。ちょうど4。よっしゃ、やだ。あ、当たる当たる。あんか、いかんいかんいかん。当たる当たる。当たる当たる。当たるな当たるな。こっちに回ってこい、こっちに回ってこい。ちょっと最後は良かった。少しだけ良くなった。少しだけ。本当に今日は一日よく引いて楽しませてくれました。ほら、うわ、危ない。ほら。釣りが終わったら磯をきれいに流して帰りましょう。お疲れ様でした。今日は一日里でたっぷり本当楽しめました。魚の方は40センチ混じりで数も楽しめましたし、何よりもチヌ、この里でね、初めてチヌの両型が釣れたので、これも本当いい思い出っていうか、楽しめた一つになったのかなと思ってます。今後は、2月3月頭ぐらいまでもっともっとこうお腹がぽっちゃりになったグラマーのやつが数釣れる時期に突入するので、ぜひ皆さんもこの甑島里のグレたっぷり楽しんでください。